ヨズア、ウォルター・キミッヒは、ドイツ出身のサッカー選手。ブンデスリーガ・バイエル・ミュンヘン所属。ドイツ代表。ポジションはミッドフィールダー。またはディフェンダー。日本のメディアにおいては、なお、ヨシュアやジョシュア、性をキミッキやキンミッヒと表記されることもある。2015年のキミッヒ・キミッヒは、バーデンビュルテンベルク州ロットバイルで生まれ、VFB ベイジンゲンでサッカーを始めた。 12歳の時まで米人ジで過ごした後、2007年に VFB シュトットガルトの株組織に入団し、当時は中盤でプレーをしていた。2013年夏、ブンデスリーが3部の RB ライプツヒと契約を結んだ。契約期間は2年、期間満了後は、フルスのシュトットガルトが買い戻すというオプション付きで、シュトットガルトがオプションの権利を行使しなかった場合は、 契約をさらに2年に延長するというものだった。君ヒは、ブンデスリーガ3部やブンデスリーガ2部で経験を積み、2013年には、フリッツバルターメダル U-18 部門の銀賞、翌2014年にはー、同 U-19 部門の同賞を受賞した。2015年1月、ブンデスリーガ1部のバイエルンミュンヘンと契約を結んだ。 この契約はディレクターを務めるマティアス・ザマート監督を務めるジョゼップ・グアルディオラの希望により実現したもので、契約期間は同年7月1日からの5年間、遺跡金は700万ユーロと推定される。2015から16シーズン8月9日に行われた DFB ポカール1回戦の FC のティンゲン戦でデビューし、同年9月12日に行われた FC。 アウクスブルク戦においてフィリップ・ラームとの交代でリーグデビューを果たした。加入者年度はウィンターブレイク明けの2016年2月以降、守備陣の故障者続出という内部事情もあり、センターバックを務めるなどプレーの幅を広げ、クアルディオラ監督のもとでリーグ戦23試合に出場し、バイエルンのリーグ優勝に貢献した。2016から17シーズン、9月9日、 リーグ第2節のシャルケ戦で途中出場から遺跡後発得点を決めるなど、ブンデスリーが一部での初ゴールでもある。リーグ戦では6ゴールを挙げた。2017から18シーズンはリーグ戦でのアシスト数を前シーズンの1から大幅に伸ばし、13アシストを記録してリーグ制覇に貢献した。またチャンピオンズリーグでは準決勝まで進出、レアルマドリードとの対戦ではファーストレグ、 セカンドレグで共にゴールを奪ったが、決勝には進出できなかった。2018から19シーズン、リーグ戦では毎シーズンを上回る16アシストを記録し、リーグ優勝に貢献した。2019から20シーズン、リーグ第28節、勝ち点4差で2位につけ、優勝を争うドルトムントとの対戦では、技ありのループシュートで、決勝ゴールを決めて、勝利に貢献。 勝ち点差を7とし、チームは優勝に大きく前進した。UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝の f c バルセロナ戦では1ゴール1アシストを決めて、準決勝進出に貢献、準決勝のリオン戦でも2つのアシストを決めて、3から0での勝利に貢献、決勝のパリ・サンジェルマン戦では、コマンの決勝ゴールをアシストし、チームの7年振りとなるヨーロッパ制覇に大きく寄与した。 2020から21シーズン、チアゴに移籍に伴い、背番号を6番に変更した。ポジションも RSB から CH に定着した。DFL スーパーカップのドルトムント戦では2の2から、決勝ゴールを決めて、優勝に貢献した。君日は2011年に U-17 ドイツ代表に招集されて以来、アンダー年代の各代表でプレーをしている。 U-19 ドイツ代表として2014年にハンガリーで開催された UEFAU-19 欧州選手権2014の代表メンバーに選ばれ決勝の U-19 ポルトガル代表戦を含む4試合に出場し優勝に貢献した U-21 ドイツ代表としては2014年10月10日に行われた U-21 ウクライナ代表戦でデビューし、2015年6月にチェコで開催された UEFAU-21 欧州選手権2015の代表メンバーに選ばれ4試合に出場するなど、通算14試合に出場しに得点を記録した。2016年5月17日、UEFAU ロ2016に挑むドイツ代表の広報メンバーに初召され、 同年5月29日に行われたスロバキア代表との国際親善試合で代表デビュー5月31日にはユーロ本大会のメンバーに選出された6月21日に行われたグループリーグ第3戦の北アイルランド代表戦では右 SB としてドイツ代表初先発を飾ると決勝トーナメント1回戦のスロバキア代表以降はレギュラーに定着 ドイツ代表は準決勝のフランス代表戦で敗れ優勝を逃したが自身は大会での活躍が認められベストイレブンに選出された2016年9月4日 2018FIFA ワールドカップ予選のノルウェー戦でフル代表初ゴールを挙げたまた同予選では10試合で2ゴール9アシストの活躍で本大会出場に貢献した2017年5月 ロシアで開催される FIFA ァコンフェデレーションズカップ2017の代表メンバーに選出された。大会では決勝のチリ代表戦を含む前後試合に出場しグループリーグのオーストラリア戦、カメルーン戦でそれぞれ1アシストを決めるなどドイツの優勝に貢献した。2018FIFA ワールドカップではグループリーグの3試合に フル出場したが、決勝トーナメントにも進出できなかった。2021年、ユーロ2020に臨むメンバーに選出された。元々のポジションは守備的 MF だが、右のサイドバックやセンターバック、さらには攻撃的なポジションもこなすなど、柔軟さやユーティリティ性が特徴の選手である。元バイエルンミュンヘン監督のジョゼップ・グアルディオラに、 徴用され、元 VFB シュトゥットガルド監督のアレクサンダー・ツォルニガーからは彼を放出するべきではなかった。破滅的に間違った判断だったと言わしめた。また、頭脳的なプレイやパスやクロスの精度の高さからフィリップ・ラームの後継者とも評されている。君ヒは自身のプレースタイルについてポジションなんて関係ないというわけではないが、僕にとっては二の次だ。 僕はピッチでプレイするのが何よりも好きで、既立と勘でチームに順応していると評している。名前のヨシュアは旧約聖書に登場する指導者が由来となっており、厳密にはヨシュアではなくヨズアと発音されるが、スペルはジョスアではなくヨシュアと綴っている。なお、チームメイトからはヨーやヨシュと呼ばれている。ありがとうございます。